武蔵が丘に行くぞ。うるさいね。初っ端から飛ばしすぎでしょ。で、今回は新所沢からスタートだな。乗車点が2000系だったので取っていきましょう。2000系もどんどん数を減らしつつあるからな。この音もあと何年つけるのやら。いずれにしろ記録は早めにしておかないとね。あ、お腹のお姉様だ。現実のヨハネコラボスタンプラリーのパネルだな。それにしてはスタンプ台がないんだけど、設置時間が9時半からだからじゃないですかね。さて、4番ホームに移動してきたわね。他の参加者も結構集まりつつあるな。で、発車案内は臨時表記になっているわね。てか発車案内に国分寺表記が残ってたんだな。東村山が高架化したら国分寺線直通が復活するんですかね。9時42分頃に乗車電が優先してきたわね。乗車電は 2069F の団体専用武蔵が丘行きだな。行き先表示は団体専用になっていますね。6000系は団体幕がなかったもんな。まあ、これで臨時幕だったらブチギレ案件よね。点低すぎてくさ。そもそも乗る方だからあんま関係ないだろ。で、表示器はこんな感じだな。あ、ニューレッドアローだ。そういえば今日はニューレッドアローも武蔵が丘駅ツアーに入ってたわね。あっちは豊島園発池袋経由武蔵が丘駅でしたね。11110F だっけな。ニューレッドアローを取ってたらドアが開いていたので乗車しましょう。あ、地区戦だ。そういえば来週はヤクルト戦だったな。ま、負け越したんですけどね。10時3分、列車は新所沢を発車。武蔵が丘到着は11時頃の予定ですね。1時間ぐらいか。前回のツアーと比べると乗車時間が短いですね。ま、車両基地に行くことが目的だからいいんじゃないの。それもそうですね。武蔵が丘の滞在時間は去年より長いしな。今年は飲食ブースとかステージイベントも復活するしね。列車は新宿線内唯一の通過駅航空公園を通過中だな。そうやって普段通過しない駅を通過するのもツアーの見どころですよね。モーター音のせいでニューレッドアローに乗ってる気分になるよな。あれ、この車掌さん去年と同じ人じゃない？ツアー専属の車掌さんなのかもな。で、このタイミングで会場の案内が配布されたわね。列車は間もなく所沢に到着します。現在走行している線路は池袋線への渡り線ね。本川越発の野球リニア52席の四国が使用する線路だな。列車はこの渡り線を通って所沢駅の4番ホームに入線するわ。これで池袋線への点線が完了したな。なんか 263F が止まってたんだけど、そういえば今日は玉川線行種の飛行日でしたね。今回は赤線の 1247F とツートンの 1249F での交換だったな。所沢発車は12時過ぎなので、それまでは6番線で待機ですね。よく見たら 263F のパンタも下がってるしね。とりあえずいいものが見れてよかったな。101系もいつまで残るかわからないもんね。10時7分、列車は所沢に停車。3分ほど停車して10時10分、列車は所沢駅を発車。所沢で列車番号が984でから983でに変わったわね。所沢から先は下り列車になるからな。野球やイベント開催時に運行される8092でも所沢で8091でに列車番号が変わるわね。あ、アジサイだ。雨が降ってるし冬って感じだな。列車は間もなく西所沢を通過します。そういえば1番線の山川の看板はどうなったんだ。6月11日の時点ではまだ残ってましたね。というか6月11日に西所沢に行ったの？普通に試合を見に行った帰りにね。そういえば11日は現実のヨハネコラボだったな。列車は間もなく小手差しに到着します。小手差し駅では4番線で運転停車を行うようだな。小手差し10時14分発の確定反応駅を待機するみたいね。あ、だから去年と違って4番線なんですね。去年は3番線でラジューの対比をしてたわね。10時13分、列車は小手差しに停車。10時16分、列車は小手差し駅を発車。あ、あんなところに唐揚げ専門店があったんだ。唐揚げ割烹服のから小手差し店だな。ネットの写真だと結構美味しそうだし、機会があれば買ってみたいわね。別からも近いしな。検討しておきます。列車は間もなく入間市を通過するぜ。入間市駅は去年同様4番線を通過ね。入間市通過系も定番になりつつあるな。入間市駅もここ数年でだいぶ変わりましたね。ラジュー導入と特急改札の廃止で1番線が廃止になったしね。いやー、1番線からニューレッドアローに乗ったのも懐かしいですね。野球を見に行った帰りかなんかだったっけな。確かそんな感じだったと思います。入間市を通過すると下に国道463号線が見えるわね。列車は間もなく武士に到着するぜ。武士駅は中線に入線したわね。武士の中線はよくラジューが止まっているところですね。入間市に待避線がなかった時は特急が通過線としても使ってたみたいね。ところで武士の中線っていつ頃からあったんだ。国土地理院地図の交通写真を見たところ1970年代ですね。
ってことは貨物列車が走ってたことも関係があるのか？時代的に微妙なところですよね。ちなみにそれまでは一面に線の島式ホームだったみたいね。元鍵駅みたいな感じだったんですかね。10時27分、列車は武士駅中線に到着。武士では後続の確定と特急の対比を行うわ。後続の確定は6000系だったな。10時42分、列車は武士駅中線を発車。武士駅でもそれなりに撮影してる人がいたな。停車中だったら幕も取りやすいだろうしね。LED 行き先表示器はシャッタースピードによっては切れるからな。まあ、新2000系の幕は走行中でも割と綺麗に撮れますけどね。そもそも4万系以外は基本撮れるでしょ。つまり4万系の幕が雑魚。列車は間もなく入間川橋梁を渡るぜ。ここ最近は雨が続いたから川の水が増えたわね。かなり茶色く濁ってるもんな。列車は間もなく飯能駅に到着します。飯能駅は去年同様4番線に到着ね。飯能駅のホームでもかなり撮影している方がいましたね。使用車両が 2069F だし去年と比べれば少ないだろうけどな。 6101F と違って定期運用で飯能駅に来るもんね。そういえば今年の臨時は101系じゃないんですね。格子と日付が被ってるから101系が使えないんでしょ。多分そうでしょうね。10時46分、列車は飯能駅に到着。ここから参ります。電車の到着を待ちまして発車をいたします。もう少々お待ちください。なんか西武秩父方面からの列車が遅れていますね。この列車も飯能駅到着後の発車だから多少遅れそうだな。お待たせいたしました。出発をいたします。どうぞ右手では飯能の駅とかにも皆様をお見送りしておりますので、どうぞ右手の方へご注目ください。10時54分列車は飯能駅を発車。今年も飯能駅の駅員さんによるお見送りがあるみたいだな。さっきも少し映ってたわね。向こうの3万系再開閉してて草。どこに笑える要素があるんですかね。あ、ここですね。左の駅員さんが持ってる 2069F のボックスいいですね。向こうの3万系も同時に発車したな。これは並走芸に期待できそうね。落ち度をしよう。とりあえず一発ギャグでもやれば。それでマリサさんにお願いしましょうか。絶対やらない。列車は現在武蔵ヶ丘信号場に停車中ね。列車はこれから武蔵ヶ丘研修場内へ入線します。お、動き出したな。あ、大丈夫だ。特急秩父24号池袋駅だな。この時間でも割と乗客はいるのね。今度の特急券値上げで客が減らなきゃいいけどな。向こうでは4000系がドアを全開にして試験かなんかをやってるわね。4013F ですね。去年の奥武蔵51号に充当された編成だな。久々に夜に秩父鉄道を爆走する4000系が見れて最高でしたね。あ、見て見てニューレッドアローが止まってるわよ。そういえばライオンズの西武特急シリーズに合わせてニューレッドアローの臨時が走るそうですね。ドーム91号だっけか。なんか球場前に歴代の西武特急が揃うらしいわよ。え、5000系はどこから持ってくるんですか。それは5503を 263F で引っ張ってくればなんとかなるでしょ。どう考えても無理だろ。プレスリリースにはモックアップって書いてあるんですが。まあ、モックアップって書いてあるんだし、西武秩父の特急改札前にいるあれだろうな。列車は間もなく武蔵ヶ丘車両研修場検車線に入線します。映せなかったけど去年同様反対側には人がいっぱいいたわね。なんなら去年より多かったんじゃないか。実際定員が去年の倍ですからね。11時9分、列車は武蔵ヶ丘車両研修場に到着。それじゃ降車許可が降りたので降車しましょう。何その頭痛が痛いから普通薬を飲むみたいな分は。なんだよ飲むって酒じゃねえんだぞ。編集してるのお前だろ。おー怖い。それじゃ 2069F の前を通って映画イベント会場へ向かいましょう。会場に入って最初の展示は保線車ですね。この車両はマルタイの17号だな。
あ、こっちには更新中の 6101F がいるわね。見た感じ更新作業はほぼ終わってるようだな。あとは幕ぐらいかしら。去年お世話になった 6101F をこんな間近で見れるとは思いませんでした。で、とりあえず物販も見に来たな。正面には秩父鉄道のブースもあるわね。とりあえず阪急の幕とかを買いました。ウプ主が選んだのは臨時休校ね。沿線での競馬開催時に見れる種別だな。で、次に来たのは西武の乗車券とかを売ってるブースね。ここでは訪日外国人向けの乗車券等を販売していました。さて、次は新しくできた塗装ブースの内部公開を見に来たわ。模型とかで再現しても面白そうですね。それじゃ詳しく見ていくか。ブース内にはクハ38109が展示されていました。高さ的に車速等とかがよく見れるわね。それじゃ次の展示を見に行きましょう。というわけで台車の展示を見に来たぜ。この台車は6000系の SS125 台車ですね。こっちは台車の洗浄をしてるみたいだな。こっちは3万系のボルスタレス台車かしら。さて、そろそろ腹も減ってきたのでお昼ご飯を引き換えてきましょうか。というわけでノベルティとサンドイッチを引き換えに来ました。それじゃ引き換えるか。というわけで飲食ブースに来ました。サンドイッチは秩父小泉から取り寄せたみたいだな。中身は秩父らしくわらじかつやしゃしく品が入ってました。腹も満たされたところで床下付きの展示を見に来ました。これは AK3 ってコンプレッサーですね。あとは SIV 装置も展示されてたな。こっちでは HSG コンプレッサーがたこ焼きを回してました。さて、次は主制御機操作体験に行ってみました。ツアー参加者はストラップを見せれば優先的に体験できるようね。それじゃ実際にやってみましょう。体験も終わったところで次は6000系を見に来ました。モハ6201には新しい 3VF インバータ装置が取り付けられてたな。あ、なんか膜が回ってるわよ。電源は入らないから内側から手動で回してるみたいだな。こっちの3万系は仮台車を履いてますね。こっちには膜も飾ってあるわね。やっぱフルカラー LED は視認性がいいですね。あ、こっちではパンタグラフの操作体験をやっているわね。一日はやらなくていいのか。ここもツアー参加者は優先的に参加できるみたいだけど、まあ、別にいいかな。で、14時20分頃に 2069F が戻ってきたわね。14時35分頃から乗車できるみたいだな。あと10分ぐらいなんでこの辺で待ってましょうか。お、2069F への乗車が始まったみたいだな。それじゃ早いうちに乗車して車内で待ちましょう。撮影してる人で混んでるからな。朝来た時に撮っといてよかったですね。それじゃ再び 2069F に乗車ね。14時53分、列車は武蔵ヶ丘車両研修場検車線を発車。お、結構な人数が撮影やお見送りに来てるな。パッと見でも100人以上はいそうね。これも後ろの方の人とか撮れてないだろ。まあ、ガチの人は早くから待ってるだろうし大丈夫なんじゃない。あ、西武バスだ。会場から飯能駅南口へのシャトルバスね。車種はよくわかんなかったけどエルガかブルーリボンだろうな。結局エルガとブルーリボンって何が違うんですか。販売メーカーが違うだけで車体は共通らしいぞ。そうなんですか。武蔵ヶ丘信号場まで戻ってきたわね。奥には 4.5F が止まってるな。パンタは下がってるけど今日はもう動かないのかしら。どうなんでしょうね。秩父鉄道直通が減ったから運用に余裕ができたのかもしれないな。4000系も2030年までには廃車になるらしいんで今のうちから記録をしておかないとですね。そんな話をしている間に本線と合流しましたね。これから列車は飯能駅に向けて進んでいくぜ。カットして飯能駅です。希望者は飯能駅で解散することもできるようだな。まあ、我々は小手差しまで乗車するんですけどね。飯能駅では各車両一つのドアが開くようね。トークとかに見られる34締め切りってやつだな。15時9分、列車は飯能駅に到着。15時24分、列車は飯能駅を発車。てかまたピンボケしてるじゃん。さっきも飯能駅でピンボケしてなかったか。飯能駅にはピンボケするのどもあるのかしら。だいぶカットして入間市通過ゲーです。入間市通過ゲーは臨時92号、去年の 6101F に続いて3回目ね。また来年も入間市通過ゲーをできるといいですね。入間市駅では下り特急の武蔵69号とすれ違ったな。編成は D 編成みたいね。ラジオもなんやかんや登場から4年経つんだな。入間市からは以上です。列車は現在入間基地の横を通過中ね。何か変わった形の飛行機がいますね。多分基地に配備されている X-C 入装置ってやつだな。列車は間もなく最後の通過駅狭山ヶ丘を通過します。狭山ヶ丘には貨物列車が使用していた側線が残されているわね。昔はここで袋詰めセメントをトラックに積み替えてたらしいな。側線は今でも夜間留置なんかで使われていますね。前に2104F が誘致されているのを見たことがあったような気がするわ。列車は間もなく小手差し車両基地の横を通過するぜ。
6000系とか2万、104F とか4万系がいるわね。2万、104F も最近はずっとあの位置にいますよね。まあ、4号車のラッピングがあれだから運用に入れられないんでしょ。めたい話、ここを編集している時点では今井選手に張り替えられて運用に復帰しているな。あ、現実のヨハネラッピングの 6157F がいるわね。あ、そういえば今日からアベマで先行公開じゃん。編集してる日付をバラすなよ。2104F が復帰してる話してる時点でバレてるでしょ。263F も小手差しに帰ってますね。263F はアスマタ線 249F を新秋津まで迎えに行くのね。列車は間もなく終点の小手差しに到着するぜ。小手差しから出庫したメトロの1万系と並走しているわね。1131F だな。15時42分、列車は終点の小手差しに到着。あとは帰るだけなのでさっさと進めましょう。とりあえず 2069F の名古屋で乗りましょう。それで我々も帰るとしますか。まずは3万系の確定反応駅に乗車して反応に向かいます。まあ当然のように全カットなんですけどね。で、一旦改札を出てスタバに寄りました。ストローの袋片付けろよ。で、反応からは特急が17時25号に乗車するわ。17時12分、列車は反応駅を発車。てか最前列が取れたんだな。まあ寝起きしたりなんやかんやあったんでカットして西武秩父です。17時51分、列車は終点の西武秩父に到着。なんか秩父の方が蒸し暑い気がしますね。そんじゃ今回の動画はここまでだな。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。